はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです、ガンダムデュエルカンパニーの制圧戦ですね、今自軍の方が結構圧倒的に負けてます。とりあえず行動力は5ポイントある状態なんで、どんどん進んでいきたいと思います。で、また編成の方ですね、まあちょっとこの前ボコられたんで本当にスピードを重視でいきました。もう13と13は並べてある感じですね。で、シャーザクも単独で13置いてます。で、ここが12の11という感じで、あとは、まあ、第2小隊も少しスピードが下がって、第3小隊は結構スピードが下がるっていう、こんな感じになってます。じゃあ、制圧戦のマップですね。またやっていきましょう。じゃあ、ちょっと上の方に行ってみますか。この拠点に移動すると。モビルスーツ部隊に遭遇しました。戦闘準備を行ってください。今度は勝ちたいな。12、10、12。うん、やっぱり早い人をみんな置いてきますね、前線に。よし、この人には勝ちたい。行くぜ、バトルスタート。真ん中のやつ誰だこれ。あ、デュエルか。これレーダーには捕捉されて今よし、 1,2,3 取れた。行くぞ。あ、デュエルがちょっと強いな、やっぱり。戦いは数だよ兄貴。いや、スピードだ。くらえー、よーし、一体撃破。よし、デュエルガンダムも破壊しろ。いやー、無理だったか。エクシアが破壊されるのかな、これは。帰ろ。うおー、ギリー。次食らったら死ぬ中だ。やられたか。あ、しょうがない、ラウルクルーゼ。あ、こいつのサイドアタック上昇って。うわー、緊急修理使ってきた。これ敵の方がアビリティ使うの早いっすからね。不死身のコーラサワー、ただいま参上。320か。チョコマカうぜんだよ。うん、倒せない。2発で倒せればな、いいんですけど。よし、オッケー。よし、デュエルガンダムも破壊できるか。これで外すなよ、とどめだ。オッケー、してやられたな。まだいけそうだな。もう一発は確かに耐えられるな。あいつの攻撃力弱いな。一番後ろのやつなんだっけ、ティエレンタオ2だっけ。そうだよね、ティエレンタオ2。チームチェンジ。お、サイドアタックは食らわなかったな。 60% あったのに。あ、これはフルディスティニーか。コマンダビリティ、さあどうする。
機動強化しなくても大丈夫かな。先手は取れそうな気がするんで、緊急修理いくつだ、200回復するんだっけこれ。あ、そうだな、200だな。うん、先手取れますね。先手を取れるとだいぶでかい。まあこっち1体減ってるけど、対応能力になってる。よーし、ブルーディスティニーも破壊したいな。シャーザクブルーディスティニー狙わないか。強い。あんまり減らないな。あ、陸戦が2体いる。ただこれでストライクが落とされるか。あー、落とされた。どうして分かってくれないんだ。撤退しまーす。気分がサクサクしてるからって何？よし、このままガンガン攻める。あ、緊急修理。うん、この部隊でも先手取れますね。ヘイルライダー。うわー、ディフェンスが上がってんな。ただこいつ、よし、ペイルライダーじゃなくて、なんだっけ、ズダは破壊できたな。ブルーディスティニーを破壊したい。ブルーディスティニー破壊すれば終わりかこれ。それでも男ですか、軟弱者。さすが新型。オッケー、勝ちました。ウィン。勝利。じゃあまたマップに戻りましょう。よし。あ、戦力ゲージがなんか減ってるな。多分これ1900しかないっすね、次戦力ゲージ。一回ここに戻ったりすると回復するのかな。そんなことはないな。敵がまだ一人いるからかな。戦力ゲージもちょっと回復させたい感じがするんで、もう少し時間を待ってみますか。ということで、じゃあ今回はちょっとこれで終了したいと思います。